はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、XY の続きやっていきまーす。ということで、今回は福士さんですね。ジムリーダー、飛躍ジムに挑戦ということで、福士さんの最高レベル34ということで、ちょっとレベル上げすぎた感あるんで、オロチで戦いながら、ジムリーダーの前まで頑張っていきたいと思います。35になった瞬間、その子使えなくなるんでね。そこら辺気をつけていきたいと思います。じゃあ飛躍ジム頼むほう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 。ああ、そういう感じですか。懐かしいですね、懐かしいね。オースミランチャンピオン、さあ草タイプが、使ってくるとさあ草タイプということで、まあこのジムなんてまあまあまあ3秒で片付けるジムリーダーなんて3秒で仕留めます。もうそれぐらい余裕なんで、草タイプなんて一瞬で終わらせますから。何？あ、マジで母さんできんの？マジでめっちゃいいじゃん。何これ、こういうギミック好き。スコスコ。じゃあ戦っていきますか。うぃー、緑のパワー、自然のパワー。はい、ということで、福士さんの前までやってまいりました。ということで、いろいろありまして、クイーンちゃんが、姉貴がね、やられかけてますけど、まあ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 、余裕っしょ。もう、姉貴なんて使わずとも、余裕なんで、もう、オロチ使うわ。オロチで3立てします。オロチで3立てするんで、よろしく。じゃあ、頼もう。福士さん、あんまりね、印象ないんですよね、おじいちゃん。いや。大きなすったか、私がジムリーダーの福士で届かなら、まっすぐ伸びた草木を集め、作った草のアスチックは、君が感じた気持ちが私のジムリーダーとしての3年間試すかい。正直、あの鶴のギミックは、長くてめんどくさかったです。対戦よろしくお願いします。さあ、初手はタッコということでね。わたっこですか。オロチでいけるかな。ああ、ついでに言うと、回復アイテム買うの忘れたんで、一個もありません。かけらも使わないんで、こんなとこ回復なしでね、倒すんで、よろしくお願いします。毒毒打ちます。アクロバット、どんなもんすか。いやんマジケル？マジケル？強くない？オロチさん、お疲れ。オロチお疲れ。オロチお疲れ。オロチお疲れということで。これ、わたっこのが早いよなぁ。いや、出したくなかったけど、ここ開いちゃ、いや、飛行の一貫性やばくね？ベノムショックね、姉貴だけなんだよね。でも姉貴、上から殴られるから。ここはドラミちゃんかな？あ、ドラミちゃんに名前変わってます。言うの忘れてた。ドラミちゃんね。ダイナマイトじゃないよ。ドラミちゃんね。さあ行きましょう。ポイって。上から殴れるから、上からドーンと殴って、倒せない。アクロバット。まあ、B 高いんで耐えます。オッケーオッケー。で、毒で落ちていかない。落ちていかない。さあ、ポイズンテールで倒していきましょうか。すごい傷薬。やめて、そういうの。薬使うとか卑怯だよ。薬使うとか卑怯だよ。こっち薬持ってきてねえんだから、あえて。あえてね、もう草タイプのジムリーダーごときね、もう薬なしで倒してやんよっていう感じでいくね。そんな先最初に、わたっこに薬そんな使って大丈夫ですか？あとあと、薬がね、やべえ、どうしようってね、なっても知りませんよ。毒毒で落ちるんですから。あ、落ちない。どっちにしろポイズンテールで倒せるんで、倒していけるよ、おーれ。アタックを倒して。まあ、飛行の一貫性やばかったんで、仕留めれたのは十分でかいでしょう。ゴー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 と。福士さんのエースということなんで、じゃあ、うちもエース投入行きましょうか。行ってこい、スティンガー。僕のエースはスティンガーだ。行け！うちのスティンガーをおなめなめしてるとやられちゃいますよ。さあ、レベルは同じ。さあ、どちらが強いか。まあ、ミサイル張りあるんでね。ミサイル張りで
どんどんさぶっ刺していきましょう。一発目、はい、二発目、はい、二回地ならし。地面技持ってんのやべえな。急所か。まあ、急所だったら、まあ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 、次も耐えるんで大丈夫でしょう。相手のが早い突進避けた。オッケー。ミサイルバリー、これで仕留めてやるよ。一発目。はい、二発目。次当てたら勝ちですよ。はい、勝ち。余裕。余裕ですわ。やっぱ、うちのエースのが強かったわ。自覚の塊リンゴでした。さあ、ラスト、うつどん。うつどん、草毒タイプ。じゃあ、こちらも草毒タイプで挑みたいと思います。あいちゃん、行ってこい。アイちゃーん、出番ですよー。バーさあ、うつどんごときアイちゃんで仕留めてあげますよ。さあ、メガ進化使うか。じゃあメガ進化からの捨て身タックルいきます。アイちゃんの捨て身タックル。さあ、ここでしか使う進化を超えろ。メガ進化でーねー、整形からの、センタックル。うーらー。あ、ついんよ。ついよ。妖怪駅、そんなもん、できません。毒もなりません。さあ、ステミタックルで、対戦。あ、ありがとうございました。まあ、余裕っすわ。まあ、草タイプなんでね。こんなところで苦戦してたらね、さすがにやべえんで。まあ、サクッと終わりました。ポケモンとの友情は慌てず騒がずじっくりと。なっと、1万円マジで青守り小判か。びっくりするわ。なんで1万円もらってんだこいつと思ったわ。ポケモンは君を信じる。君はポケモンを信じる。胸のスクス勝負だったよと。さあさあ、勝利の証プラントバッチ代よ。ありがとうございます。動画始まって何分で終わったよ、ジムリーター戦。めっちゃサクッと終わったね。さあ、空を飛ぶが使える。でも空を飛ぶは僕使えません。草結びありがとうございます。だけど別いらないんだよな、草結び。別いらないと思うわ。でピーッと扉開いてこっから帰れる。ありがたいシステムですね。あすーって、あ、ちゃんと座るんだなんか普通に立って滑っていくんかと思ったら、ちゃんと座るんだな。ケツ燃えるよケツめっちゃ熱いだろうな。さあ、ジムリーダーを打ち負かした君とポケモンの強さを称え、キラリ輝く謎のゾーンに君の名前を刻み込んだぜと。ありがとうございます。さあ、終わったということで、おつんぎんは、どこ行くんだ？ミヤレジム行くんだよな。回復します。はい、ということで、回復してきたので、タウンマップ。タウンマップ見て、次、ミアレジムだと思うんですけど、13番道路な。13番道路行って、ミアレシティ着いて、ジム戦って感じですかね。まあ、ジム戦は次回になると思うんですけど、まあ、時間が早かったら、ジム戦挑むんですけど、まあ、そんな時間多分今回ないと思うんで、とりあえず、13番道路行きたいと思います。ホラグラ、メールだよ！メールだよ！さあ、カエンジ氏、どうしたの？どうしたの、カエンジ氏。久しぶりですね。プラタルの中で来ました。なんでもミガ進化を使えるようになったとか。あ、これ。みんな寄ってしまえ。このグラグラの動きでみんな寄ってしまえ。でしないんで、まあ、素晴らしいことです。はい。それだけですか。バイバイ。バイバイ。ってことで、13番道路行きまーす。待っていたは誰ですか。僕は待ってません。驚かせてごめん。誰、あ、デクしようか。あいつらか。待っていたわけではなく、プラタの博士に頼まれて発電所に行こうとしてたんだと。13番道路と見晴らしで繋ぐゲートに謎の停電閉じてるからね、と。そういう感じですね。マウンテンカロス。図鑑パワーアップありがとうございます。ということで。まあ、そんなことしなくても図鑑なんて集める気あんまないんですけど、さあ、あんたちょっと大人の顔になったのかしら。なんでね、それでは、おいとまするのはポンプレアンチ。まあ、適当な会話を済ませ、13番道路やってまいりました。まあ、13番道路、まず、見慣れしてまだ行けないんで、発電所とかなんか言ってましたが、広いな、これ。あん。あ。やあ。お久しぶり、フレアだな。お久しぶりでございますが、高々下っ端なんで、ヘルガーなんでカットしません。
あてな感じで、サクサクサクーと倒したところで、あれっつって。発電所パスがないっつって。まさか発電所パスを落としたっつって。俺から歩いて東に9歩ぐらいのところにある大きな岩を触っていた時に落としたのだろう。どれ？これ？ここ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 ですか？ここですか？ここですか？ここですか？大きな岩つって東？こっちだよな。ん？9歩ぐらいつってんの？あれ？やん！あったあったあった。普通に岩のところにあったのか。岩の付近かと思った。全然違ったわ。ってことで、パス取ってきたんで、カロス発電所の中行きまーす。今回おそらくこの発電所やって終わりっていうパターンですかね。さあ、薄暗い発電所でございますが、この中には、たくさんのフルレア弾がいっぱいいると。なっておりますね。さあ、誰？お前が誰だよ。誰なの？あなた誰ですか？ここは関係者以外立ち入り禁止なのです。カットしまーす。あなたは誰ですか？フレア団はミアレシティへ送られる電気を奪っています。邪魔をしないでくださいってことで、その電気を奪い返すって感じでございますね。いっぱいいる。あ、モンボ。リカズチプレート。電気タイプいないんでダメです。電気技もまだありません。いや、宇宙太陽光発電。ふーん。宇宙太陽光発電。なかなか科学が進歩してますね。あ、こっち見んなよ、おい。何見てんだよ。どこ見てんのよ。さあ、戦っていきます。いやーちょっと苦戦しすぎた。グレックルのイバルにやられました。元気のかけら2個しかありませんが使っていきます。ここで使うことにより、もうこれから先元気のかけらを使うことがないっていうね、感じになっております。どんどん回復していきましょう。で、もう一個さっきのバトル中に、姉貴がレベル上がりましてのしかかりを覚えました。噛みつくを消してのしかかり採用って感じ。威力85、強え。威力85は強えな。いいですね。ということで、こんな感じでございます。ちょっと状態以上に弱すぎるんでね。そこら辺ちょっと克服していけたらなと思っておりますが、フレア弾が横からやってくる。右から、右から、何かが来てる。よーし、やってきた。やっと来た、もう。フレア弾の下っ端どんだけいんだよ、マジで。めちゃくちゃいたわ。さあ、そろそろ、ですね、ミッション、コンプリートされる前に、幹部とのバトルやっていきましょうか。驚きだな、作業者以外にも始末するものが増えたか、つってね。幹部の、誰ですか。幹部ってだけでした。幹部だけでした。ヘルガー間違えるか、かなんで僕はスティンガーにしてるんだ。なぜ僕はスティンガーにしてる。オロチ行ってこい。受けらしい。もしくは壁。どっちかになるか。お前で判断してこい。さあ、オロチ。鍵分けろ。さあ、オロチがね、なぜか36レベルになっております。まあ、レベル上げないと戦力にならないからね。できるだけレベル上げました。オッケー、ギリギリ耐えて、水の波動をぶっ放し。オロチ。一回だけ回復してあげる。一回だけね。一回だけ、もうこれ以上ないから。二回目はないからね。袋叩き。これは大丈夫。効かないから。大丈夫。急所。急所に当たるね。お前の急所はどこについてるんだ。水の波動をぶつけていこう。騙し打ち。大丈夫、2発は耐える。1発しか耐えません。さあ、ここで混乱引いてくれないとオロチの負けでございます。さあ、どうでしょうか。引きません。ということで、こちらが引きます。ドラミちゃん、いってらっしゃい。とりあえず騙し打ちを S の速いポケモンと B が高いポケモン、ドラミちゃんで受けて、上から殴って終わりか。炎の牙、交換読みされました。助けてくださーい。急所に当たるしよ、本当によ。ポイズンテールぶつけるか。
本当に危ねえな。ドラミちゃんの耐久力なかったらやられてんぞ。こうタイム綺麗に決められて、ほんまに。さあ、オロチもレベルが上がるといい感じでございます。さあ、スティンガーもレベルが上がります。さあ、幹部とのバトルに勝負した。ポコポコヘッドや、ポコポコヘッド。完全にポコポコヘッドやったわ。さあ、お次行きましょうか。もう一匹戦うんでしょ？もう一匹来るんでしょ？おやつが。科学者。後始末は頼む。さあ、こいつも来ちゃうんでしょ？カモンしちゃって。カモン。ああ、こちらから攻めていいって感じ？じゃあ、スティンガーで攻めさせてもらいます。ぶっとい針を、あなたにぶっ刺してあげますよ。さあ、戦っていきまーす。あ、そんなに好みじゃなかった。もうちょっと可愛いかなって思ったけど、そんなに可愛くなかったね。さあ、グラエナが来るのは、ちゃんと調べてあります。事前に調べてあるんで。でも、レベルがクソ高えと。レベルがクソ高えと。ミサイル場にぶつけていきましょうか。はい、まず一発。はい、二発。はい、三発。はい、四発。はい、最後の一回が、怖い顔。キャー、怖いよー。助けてー。めめー。さあ、ミサイル針で終わりましょうか。お、こちらの方が早い。おっそ。はい、うらー。タイアリー。ミサイル針してるだけで勝っちゃう。やっぱエースだわ。さあ、強いのね、あんた。うん、強いよね、あんた。あ、これ口癖。あいつに似てるところあるな。あれ、あれ、ビオラ、ビオラだっけ？ビオラ？あれ、ビオラだっけ？ビオラさんだっけか。さあ、また会いましょうって感じで、もう僕は会いたくないと思ってますので。誰？あ、誰？あ、デクシオド、あ、お前らね。お前びっくりした。誰かと思った。誰かと思った、マジで。どうした？この BGM よ。さあ、赤い服ありがとう。さあ、無理は禁物ですよって、これを持っていってください。何？回復の薬、売り飛ばすわ。後で売り飛ばします。さあ、これでやっとミアリシティがいけるようになったと。オールボワール？オールボワールって何？後で調べよう。オールボワール？これこっちから戻れないパターンか。めんどくせえ、戻るの。じゃあ、帰りまーす。お、誰？びっくりした。アズニャン、アズニャン。アズニャンいるじゃん。やあ。ポケモン、花のポケモン。永遠の命を与えられた花のポケモン。どうした、アズニャン。でっかいな。現実にこんなでっかい男だらびっくりするだろうな。ってことで、13番道路が終わり、この先はミアルシティが待っております。来たー、ミアルシティ戻ってきたー。やっと戻ってきた、やあ、サナちゃん。サナピョンか。やあ、サナピョン。後ろ姿見かけたからすごい走っちゃったって、かわいい。さあ、そんなすごい人って一体誰なかしらーってね、目の前にいます。ここはね、自分っていうじゃなくて、さあってね、答え、ちょっと、イケメン風？もう自分のせ、その、すごいことを成し遂げたっていうことを、あえて隠していくスタイル。さあ。すっごいさらっとしてる。やっぱ自分って言った方がよかったかな。アピールする。やっぱアピールした方がいいかな、こういうことって。やっぱり自分が成し遂げたことって、やっぱ、自分からアピールしていかないと、誰からも評価されないっていうことはね、この会話で分かりました。ということで、とりあえず、待って、いい感じにサナちゃん、サナピョンと、ちょっとツーショット撮りたい。お、来た来た。これかな。ってことで、次回はミアレジム挑戦ということで頑張っていきたいと思います。で、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。